これから、ラブスタイリスト4期メンバーのディプロマ授与式とあと夕方夜からねパーティーが始まるので今からダッシュでちょっと準備をしたいと思います。あと1時間もないのでもうこの状態からちょっと返信しなきゃいけないのでちょっと急ぎます。じゃあまた後ほど。ヘアメイクをねプロの熊木ちゃんにしてもらってラブスタイリスト4期メンバーで売れっ子の、はい、ビューティーコンサルタント熊木ちゃんにしてもらって変身できました。メイクしながらねラブスタイリストっていう講座の4期メンバーのねちょっと卒業式っていうところがあるのでどうですか卒業のタイミングのお言葉をどんな気持ちですか。あっという間なんか長いけどあっという間でなんかちょっと寂しい気もしながら、ね、寂しいよね。リアルではねみんな初めて会う方とかもいるので複雑な心境でございます。海外組もねちょいちょい、いやそうだよね、北欧の方の国から帰ってきてる、ね、そうパーティーのためにありがたいですね本当に、ね、ありがとうございますみんな。でもこんな、はい、あの卒業式の日にさヘアセットさせられてるって本当にありがとう。本当にそれぞれ特に今年末の超超超超多分それぞれ
にこんなにたくさん準備してくれて本当にありがとうございます。いけます。え、かわいい。めっちゃかわいい。ありがとう。めっちゃ嬉しいです。ありがとう、みんな。お疲れ様でした。緊張した。な、笑いあり涙ありな、すごいいいディプロマ授与式になりました。やっぱね、ラブスタイリスト最高。どうでしたか今日は。どうでしたか。とてもキラキラした皆さんに会えて、すごいエネルギーをもらいました。なんかみんながみんなの周りに幸せが広がっていってるなってすごく思って、なんかそれ一人一人みんな幸せを生み出してるじゃない。なんかそのスタートがラブスタに入ろうって決断した、そこから始まったんだなって。でそこからどんどん広がっていくんだなって、本当に感慨深い。本当になんか敵とかじゃないですもんね。いや、そう、みんながね支え合ってるのが本当にすごいと思う。すごい、すごい集団です。はい、ここからね、愛の輪が広がっていくと思います。今ディプロマ授与式終わりました。あとね、多分1時間ぐらいあるかな、休憩したいと思います。もうみんながね、本当に素敵な、見てこの寄せ書き、超おしゃれな寄せ書きを書いてくれたので、ただ今見ちゃうとメイク崩れちゃうので、最後にね、終わってからホテルで見たいと思います。みんなありがとう。So you wanna know my name? I hope you got a lot of time. I'm not sure what you've been told, but no one's been a friend of mine. ディプロマもね、もう終わった後で、あとパーティーだけですね。私ね、人生初めてパーティー主催するんですよ。めっちゃ緊張する。みんなに喜んでもらえるといいな。行ってきます。今からパーティー行ってきます。今日ドレス当てクイズもあるので、多分みんなドキドキしながら私の登場を待ってると思います。多分人口の 1% もいないと思う。すごい、前さんのおかげですね。ありがとう。なんかあれだった、あ、おばさん経由でね、ラブストしてくれた人も多くて、矢野さんもね、紹介とかしてくれて、ありがとう。少しでもお役に立てれば、いや、関わってくれるだけでだよね。ありがとう。前さんに育てていただいて稼いで、本当に舞さんのおかげで連れさせてもらった結果の同じくです。やらせてくれ、やらせてくれ、やらせてくれ、こういう感じだった。いや、でも本当にあの関係なくね、めちゃめちゃもう売れっ子になっているお二人なのでね、いつもラブスターを引っ張ってくれて、ありがとう。お花まで。
ですのミキスです。楽しみです。お一人でくれてるのに、こんな寄せ書きとかしてくれて、もう本当に幸せです。ありがとう、みんなびっくりした。ありがとう、びっくりさせました。びっくりさせられました。本当にあれでしたね、なんか受け取りきらないぐらいたくさんの愛と幸せをいただきました。ラブスター3周年だったんですよね。4年目も頑張っていきたいと思います。ありがとう。